お初にお目にかかります。サイモリミオと申します。さあ、どうかお顔を上げてくださいまし。工藤家当主、工藤清香だ。綺麗な人、幸せなんて知らなかった。いつだってミオの力になりたいんだ。一縷の希望もいつも目の前で消えてしまったから、自分の居場所なんてどこにもないと思っていたから。本当はお優しい方なのですよ。今朝は食べずに残して悪かった。でも違った。ミオ様の手料理を食べたいのならそうおっしゃればいいのに。居場所はあった。うまい。ありがとうございます。お化粧はされませんか。私への迷惑を考える必要はない。お前を誘ったのは他でもない私だ。旦那様はきっと知らない私が犬を持たないことを。お姉様の口から聞かせてちょうだい。縁談を断るって。私がお前にここにいてほしいんだ。他の誰でもなく。